皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。久々にですねクレフラ UFO のガッツソロやってきます。今回キャラ強 P グランプリやってないんでやる必要性はあまりないんですけど、楽しいですよね。単純に今現在強 P 1700超えてますんで、ちょっとね負けたらもったいないんですけど、まあ、1800いってるわけでもないし、まだね遊べるかなと、まだ遊べるポイントがあるかなというわけでやっていきたいと思います。しかしねクレフラはねゼウスがめちゃくちゃ苦手なので、倒せるキャラ来たいですね。ナースとか、ああまあ行きますか。トレントで頑張ってくれるかな。UFO がイカズチでワンパンされちゃうんで、回収しようとしてももう毎回ね剥がされちゃうんですよね。それが本当に嫌だ。なのでトレントでうまくなんとかしてあげたい。 UFO で回収可能なのがクレフラはコングかな。まあ、バーサーカー回収するまでもないと思いますんで、そこをうまく立ち回ってあげられたらいいですね。 OK、 とりあえずクレフラいっちゃうもん。早めのクレフラ食べたけど吐き出す可能性があるんで解消しましょう。はい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 、強いっすねクレフラ。安定してる。しかもダメージまで入ってやがる。さあ相手嫌がってゼウスできた。取っちゃうよこれ。このままじゃいいのかな。はい、この上げてトーン OK。 さあガリガリとね、ここ一回、あーやばい、それやべえけどこうだな。でやったでしょ。一回回収しないと、もしここで万が一よいしょ、大丈夫でしょ。クレフラが座れたら終わるんで一度回収。そしてクレフラなのにスケルトンが出てきてるとラッキーですね。あ、取れるでしょ。コングいっぱいいるからね。オーケー。いいねというわけで完勝っすね。めちゃ楽しいですよ。今ね、だいぶ噛み合った。クレフラがね、戻ってきたのもでかいし、アマゾネス切らせたのもすごいでかいね。10個差たまんなかったけど、完全勝利、ありがとうございます。さてやっていきましょうか。お相手ミノタウルスですね。でミノが横当てできないんですよ。分回されちゃうと分回しの範囲食らっちゃうんですよね。ケルベとかできないんで、多分クレフラも横当てできないんじゃないかな。ただ横当てできなくても後ろ当てはできるんですよね。なんで流して後ろから殴ることができれば倒せる。いやー、レドラー引きたいんだけどな。大型がもう一本欲しい。あ、行きますか。アクエンはマジでいらないけど、まあ、チビブルが多分横当てできるはずなんで、射程がね少しあるからね、横当てできるはずなんで、チビブルの横当てとレドラでミノを買いたい。アークエンジェルは頑張ってくれたら嬉しいなって感じ。キャラ数がマジで少ない。クレフラメタられたりとかするとマジで重いですね。カタパルトとか来るとマジできつい。さあ打ちましょう。わーお、お相手もサイ持ってると。サイリスっすね、今。サイリスで、これね、クレフラ行ってもいいんですけど、あ、ホックスっすね、一体。アクタ。偉い。見抜くんなよ。サイリス。天才すぎる、それは。ガチ天才。これ一回倒してからチビブルっすね。倒してからじゃないとチビブルが行かないから。やっぱね、強えんだ、あれ。ミノがバケモン。マジ強え。だいぶ頑張ってはくれてるんですけど、倒して OK。 あ、死んじゃうかそれ。いや、学園切るかとりあえず。悪縁は切ってるけど、悪縁がスキル打ってないんだよね。悪縁がねスキル打ってないんですよ。これ神に狩られる気がするんだよな、チブル。いや、無理か、これ。これ、悪縁がもう、悪縁じゃない、あいつがもうどうしようもないな。いや、これ、クレフラ狩られたのが全ての終わりですね。クレフラ狩られちゃったのがもう良くないわ。なんとか取れただけ耐えたいって感じ。残念。
悪縁じゃなかったらまた話しかったかもね。しゃあなし、再生いくか。ミノだけど、ミノリスかな、多分受けてくれた。多分ミノリスだと思いますね。28、落城28なら多分こっち干渉すればね、近いぐらい奪えると思うんですよね。25、6ぐらいで、ミノリス、まあフォックスとかカメは、あ、カメもワンチャンあるかな。ワンチャンカメあるか、わかんないな。ミノカメかミノリスだと思う。ワンチャンカメある。実際ミノも、ミノを守るカメって強そうだけど、サイクロね、悪くはないんだけど支援多すぎて攻められないと思うんで、こっから妥協。ああ、もう行きましょうか、サイクロで。ただサイクロね、勝てるかな。ミノに打ってくれれば勝てるんですけど、打たなかったら負けるんで。普通にどう見るかだよね。一応カマキリいるんで、もし相手が万が一裏カメであるならばカマキリ刺さるんですけど、わかんないですよね何かは。うん、カメっすねやっぱ。回収する、回収成功。それはきついよ。帰って帰る。天才かも、マジで。もしや、おもし天才ですか。もしや、おもし天才ですか。これ多分ミノ来るんで、ここはやられちゃうんですけど、ダメージレースも全然ある気がする。相手のあれはやった。ここでミノ抑えるじゃない。ここでミノ抑えてクイーンで倒す。 OK、 吹っ飛ばされてるカマキリが。そこでカマキリがひっつかみをしてくれる。 OK、 倒したね。あとはカメがクイーン B 殴ってほしくないんで、オッケーオッケー、誘導して止めて勝ったね。あぶねー、なんとかうまい連携できたんじゃないでしょうか。クイーン B が無双したね。砦の配置的に、ミノを挟むことができたんで、ちゃんとターゲット貼ってあげて、なんとかミノをやっつけて、で相手が守ってくれるならワンチャンコスト10貯まる。2、1、あー、たまんなかった、間に合わなかった、残念。25ぐらいくれる気がするんですけどね、落城26なら。もっといくかな。あ、もっといくわ、全然いくわ、美味しい、マジ美味しい。さあ再戦が来ますと、ミノカメですね。やっぱね、クレフラ UFO やってて、あの怖いのが、こういうミノとかこういう火力が高いキャラを固定してる人がマジで怖い、マジで怖くて、そういう人が相手の時に選べるキャラっていうのが、カメもね、見れるキャラを選ぼうとかになっちゃうと引けないんですよね、そんなに。逆にこういう札はありかもしれないね。トレガでミノやって、カメはゆっくりやる。足引けてないけど、まあ、カメで、こっちカメいるんで、クレフラ切らなくてもカメで、まあ、ある程度守れると。いうわけですね。やっていきましょうか。ミノカメか。いや、ミノってキャラ強 P グランプリやってんのか。そっか。まあ、実際、強いよね、固定は。ミノって後出し大型だから、先にカメ切って相手に大型切らせられれば噛み合ってるし、取っていく、悪くないんじゃない。とりあえずできればここは大型は行きたくないんだが、取られんのは良くないな、それ。マジ良くない、戻って、マジで戻れない。やったね、ここは取ったけど相手も混乱してるね。クレフラ出したけどちょっとずれたんかなって感じ。これでクレフラいなくなっちゃったから正面でやらなきゃいけない。もうずっとなんかコーラスピンしてるけど吹っ飛ばない相手のキャラが。
さあここはやった。さあ、スライサーで吹っ飛びそう。吹っ飛ばないのそれ。なんかバグってるね。当たり判定が同じ位置から動かないっていうことになってる。まあしょうがない。で、二時間目が出てくると、ここで、はい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 。でこれでもうね、 UFO の使い道が正直ないんですよね。ないんで、体力減ってるから回復しましょう。回収しましょう。正直ドロー濃厚に見える。こっちも攻められない、相手も攻められない、そんな感じ。さあこれでこっち亀1本捨てましたけど、まあまあしょうがない、ドローになっちゃうからね。ワンチャンで試したんで今の。掘っていく、ラッキー。それはちょっとワンチャン生まれた。さあこっからっすね。もう1本相手がね、ビートルいるんすよ。なんでこの現段階で何かしても何もできないっていうね、現状、悲しい現状。さあ行きましょうか。さあ UFO ね、流して、あ、ホックス、なるほどね。相手オーバーできなかったのね。一本しゃあないね。まあ攻められないね、お互いに。ドロ、まあ判定勝利って感じですね。相手が一本オーバーできなかった感じ。裏亀だ、ミノの強かったな。さあラスト頑張りましょうか。ラストもゼウスですね。ちょっと今期はクレフラ UFO やるべきじゃないね、ソロは絶対に。今出てきたの、まあリーダーで再戦もあったからしょうがないんだけど、ゼウス、ミノ、ミノ、ミノ、ゼウスなんで、もう全部クレフラ苦手ですね。とりあえずゼウス倒せるキャラを引かなきゃいけない。まずはちょっと今期はキャラ強 P グランプリ的にクレフラ UFO は合わないな。もっとね、あー行きますか、もっとねゆっくりやりたいんですよ。常にクレフラを展開して UFO のループを繰り返したいんですけど、全然 UFO が撃ち落とされるってことがね結構厳しいんで、これでね UFO がねゼウスの行かずに一発耐えますよみたいな仕様だったらまた話変わるんですけど、耐えないんで。はい、まあ、ゼウスにはナスで、カニでちょっと時間かけようかな。カニリスで時間かけてナスでゼウスやれたら最高。そしたらクレフラもう余裕で前出す。お、撃たしてくれる。でも取れないね、これは。一匹飛んでないね。しゃあなし。で、ネズミがいるんで、カニで一本目見ましょうか。はいはいはい。で、リスもここら辺切ってあげて、倒すし、こう見ようか。回復もするし、跳ね返しもするし、強い。けどやられてしまう。しょうがなし。まあまあ、しゃあなしですね、これは。で、こっからだ。まあリスとりあえず置いてスキル打ってもらおうかな。はい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 。これクレフラ行きましょうか。こいつらを倒すためだけに出すクレフラ。倒すことはできるけど、それで倒せそうだね。やってもらおうか。さあここでリス召喚して、あとはゼウスをどう見るか。本当はねクレフラ前に行って圧かけたいんですけど、前に行けないんで。ウルフ、ケルベス、ライムでしょ。うん、あの爆発食らってもらいましょうか、おとなしく。ウルフにはパーン。さあここでねフレフレに来てもらって、なぜお前はそっち行った、アホか。回収はできたけどさ、それはアホすぎる。さすがに、さすがにアホのアホ。さすがにアホのアホだし、そこは倒せるでしょう、多分。倒したね。オッケーオッケー。でも取られてるね。よくないね。しかも吐き出してるね。よくないね。まあ、そこは見れると思うんだけど、後ろはね。後ろは見れると思うんだけど、吐き出してやられてるんだよね。コストあるから負けないと思う。相手もキャラいないし。相手今回攻めていかないね。キメラがね、最近ね、めちゃめちゃいい仕事するんだよね。吸い込んだ欲しくない時に初手で吸い込みまくったり。でもね、まあ自分のだけじゃなくてね、トリオとかやってる時に味方のキメラ全然吸い込まないんだよね。カニ一体で殺されたりとかするから、わからん。
はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。まあ結果的にはスタート地でもね、強ピア少し伸びました。まあ、クレフラー UFO すごい面白いですけど、まあ今の環境やるべきではないかな。マルチだったら全然いいと思う。マルチはね、普通に勝ったんですけどね、ソロは多分今やるべきじゃないですね。圧倒的にちょっとクレフラで、クレフラが見られちゃうキャラが多すぎる。出てくるキャラで。スケルドンとかいるから意外といけるかなと思ったんだけど、まあそもそも大型が無理だわ。ゼウスとミノが。マジで無理。はい、そんな感じで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。